皆さんこんにちは。近年何かと対処報道が多いジャニーズ事務所。かつてジャニーズを支えていたタレントが独立することが増えており、最近ではキンプリのメンバーが脱退、事務所を退所することでも話題になりましたよね。そんな退所騒動が多いジャニーズですが、2019年9月5日にジャニーズ内でも高い人気を誇っていた錦戸亮さんが関ジャニ脱退&事務所退所を発表しました。この退所には様々な理由が噂されていますが、一体なぜ退所することになったのでしょうか。そこで今回は錦戸亮さんが退所した理由についてご紹介していきます。2019年3月6日週刊文春が錦戸亮の関ジャニ脱退を報道しました。報道ではジャニーズ事務所所属の錦戸亮が関ジャニから脱退する意向を固めていることが週刊文春の取材で分かった。かねてから事務所と協議を進めており、すでに脱退の意思を表明しています。またジャニーズ事務所の退所に向けた話し合いも進んでおり、夏頃までに結論を出す予定です。錦戸の知人と報じられており、錦戸亮さんの関ジャニ脱退の理由について、横山村上との確執、ジャニーズとの契約問題、退所続出のジャニーズの背景といった理由を挙げていました。そして2019年9月5日に公式サイトで正式に発表がありました。発表ではこの度錦戸亮が2019年9月30日をもってジャニーズ事務所を退所いたします。これまでお世話になりました皆様へ心より感謝申し上げます。このような決断に至りました経緯としまして、2018年関ジャニは長年苦楽を共にしたメンバーの脱退、また安田明夫の大きな怪我により環境が大きく変化いたしました。全員が満身創痍の状態でグループ活動並びに個人活動を続ける中、それぞれが自分たちの人生、そしてこれからの生き方について考え、メンバー同士また事務所スタッフともたくさん話し合いを重ねてまいりました。一人が一人が各々のこれからのことを熟考した結果、本年3月末錦戸が7月から始まる5大ドームツアーを最後にグループから脱退し、9月末にジャニーズ事務所を退所して新たな活動をすることになりましたと発表しています。表向きはこのように発表されていますが、関ジャニのこれまでを見ているといろんな実情があったようです。錦戸は関ジャニ時代を振り返って、自分がああなりたい、こうありたいという思いがあっても、アイドルという言葉に一括りにされ、肩書きでジャッジされやすい状況がずっとあって、いつ頃からかそれがもどかしくもありました。アイドルが嫌だったということではないんやけど、動かん限りはそこに止まっていることになるんだなと、アイドルであることの葛藤があったと告白しています。芸能記者、さらに錦戸さんは関ジャニで共にツインボーカルを務めた渋谷昴さんについても言及。渋谷が2018年をもってグループを脱退したことについては、グループは一人欠ければどうしてもバランスが変わってきます。特にツインボーカルの僕の片割れがどこかに行ってしまう、どうにかせんと引っ張って頑張るしかないやんと思ったと告白。続けて、けど頑張りすぎたんだと思う、それぞれが同じ方向を向いているのかわからへんし、どこまでを目指してるかもつかめんままやった、みな一生懸命やし、それはあくまで僕の感じ方の問題だったんやろうけど、熱量とか温度にみんなとのズレを感じるようになっていったんですね。小さなズレとかでも許されん範囲になっていく状況になるときつくなる、僕自身どんどんしんどくなってしまってと、メンバーとの間にズレがあったと明かしています。そしてゆっくりと言葉を選びながら、創作に対しては熱い人間なんやと思う、そうしているうちに、あ、違うかもと決定的に感じることがあって、だったら一人で頑張って、可能性があるならそこに挑戦したい、フルでアクセル踏み込みたいって思ったんですと語りました。錦戸さんは自分の性格について、心に嘘がつけん、正直に生きたいんですと話しており、ジャニーズを退所することに対して錦戸さんに全く迷いがなかったことがはっきりわかりますよね。関ジャニといえば仲が良いことで有名です。錦戸さんは2017年のインタビューで、7人が唯一かっこよく見える瞬間はかろうじてバンドしてる時にあるような気がしててと、グループを思う発言もしていました。さらに錦戸さんが退所を発表する2日前のコンサートでも、錦戸さんと大倉忠義さんの髪型が似ていると盛り上がるなど、錦戸さんとメンバーの変わらない仲の良い関係性が見れました。しかし
錦戸さんは今回メンバーとの間にズレがあったと告白。その踏み込んだ内容にファンの間では波紋が広がったそうです。芸能記者は今回のインタビューを怖いもの見たさで読んだという人も少なくないと言います。インタビューを読んだファンからはやっとスケちゃんの脱退を受け入れられた、本音を聞けてよかったという意見もある一方、心に突き刺さる、ダメージ半端ないという悲しみの声も多く上がっています。また一部の報道で渋谷の脱退後、錦戸はグループの解散を訴えていて、他のメンバーと対立が起きてしまったと言われていたことから、やっぱりそうだったんだな、答え合わせしてるみたいというファンの意見もあるようです。確執があったとまでは言わないものの、価値観の違いというかメンバーとのズレを感じ独立を選んだ錦戸さん。年齢を重ねれば価値観は変わっていきますし、メンバーとズレを感じてしまうのは仕方ないと思います。ジャニーズ退所後はシンガーソングライターとして活動し、全国ツアーやコラボタイアップなど積極的に活動している錦戸さん。最近ではプレミアムドラマ家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったに俳優として出演することが決まり話題になりました。これまでジャニーズ事務所を辞めたタレントがドラマに出ることはなかなかありませんでした。現役のジャニーズ所属タレントがキャスティングできないなど、制作側も共演者選びに気を使うし、共演する俳優の事務所サイドも気を使うからです。しかし21年には香取慎吾がアノニマス、警視庁、指殺人対策室に出演しました。22年には山下智久が正直不動産、今年は草薙剛が罠の戦争に主演するなど、確実に流れは変わりつつあります。やはりジャニーさんやメリーさんが亡くなり、大量の退所者が出るなどジャニーズの体制が変わってきたことが大きいでしょうと、芸能関係者も状況が変わってきていることをコメント。やめジャニは基本退所後は公の場での共演などがタブーし、 TV 局の暗黙の了解となっていますが、数年前からそこはある人物が改革に挑んでいました。それが元副社長の滝沢秀明さんでした。というのも滝沢はジャニーズを辞めたタレントがジャニーズタレントと関われないことに以前から疑問を持っていて、その慣習を変えようとしていました。また滝沢は2019年のジャニーズカウントダウンコンサートに赤西を出演させたかったと言われています。今年は赤西だけでなく相方の錦戸にもカウントダウンコンサートのオファーが来ることも考えられていたとか。しかし現在はご存知の通り、滝井こと滝沢秀明さんは副社長を降り、独立して TOBE を設立、ジャニーズの改革を断念し、全く新しい芸能新時代を築こうと大きく舵を切りました。一方のジャニーズ事務所はジャニー喜多川の例の一件で空中分解寸前、相次ぐ脱退、会社のご都合的で場当たりな対応にファンも怒りに震える状況。ついに王国が崩れ、タブーだった掟が崩れる時が来るのは近いかもしれませんね。もしかしたらキンキン、関ジャニとの共演もあるかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。